申し込む。マシオマチコおじと中島周さんの旧詩を振り返り涙、手を握って大声で彼の名前を呼んだ。女優のマシオマチコ68日15日放送のテレビ朝日系徹子の部屋月並みダッシュ金曜正午に出演。昨年7月舞台中に急性大動脈解離で急逝した夫の俳優中島周さん享年69についてテレビで初めて語った。中島さんは舞台アザーデザートシティーズ出演中に舞台から転落し救急搬送先の病院で死亡が確認された。舞台上で急性大動脈解離を発症していたことが死因と判明。自身も舞台稽古中だったラジオはマネジャーからの連絡で訃報を知ったという。マシオがただただ戻ってきてほしいという一心で手を握って大声で彼の名前を呼んだんですけれども、返事ないままに行ってしまいましたと涙。病気の予防士については全然なかったんです。年齢的にとてもたくさんお仕事をさせていただいていたのでハードだったんですけれどもと語った。夫の死の翌日に舞台の初日を迎えたわしよ。本当に記憶が飛んでる部分と、やらなければいけない50年近く役者という仕事をしてきた佐賀というか、ご迷惑をかけてはいけないということでやったと解雇。終演後楽屋に入ってきた佐藤 B 作の膝で初めて泣いたと明かした。二人で生きていた時の自分にはもう戻れないなと思うんですけども、最近思うのは私が思う以上に彼は私を一人にしたことをごめんって言ってくれてるような気がして、とわしよ。司会の黒柳徹子から夫の好きだった部分を聞かれると全部ですと話していた。